半杉、岩花半杉岩花の地図か塩尻岩花の地図、塩尻岩花1、半杉、岩花2、下、塩尻岩花岩花は、長野県上田市と蟹品郡坂城町との境付近に、ある名称。千曲川の両岸を、崖同士が向き合う。右岸の崖は、上田市と坂城町の境にあるが、左岸の崖は、上田市にあり坂城町との境からは、離れている。 長野県の天然記念物。原平清水記で、塩尻郷と記された場所であり、古くは、岩橋、岩花、岩岡とも書いた。上田市倉松付近から見た岩花半杉、川を挟んだ右側が、下塩尻。半杉岩花と千曲川市も、塩尻岩花と、国道18号、上田市と坂木町との境界あたりにあり、千曲川を挟んで砂岩の崖を、 半杉岩花といい、右岸の崖を、下、塩尻岩花、または、塩尻岩花という。前者は、中上節理が発達した赤英核線石碑には、後者は緑色業界岩をそれぞれ主体とする。この地質の際は、崖間に、千曲がり川断層が存在することを示唆している。崖の高さは、約120メートル。平坦な崖うつらには、 川床歴が見られ、かつての千曲川の川床の高さがうかがい知れる。これら二つの崖はもともと陸続きであり、かむりき山とあずまや山とを結んでいた。これを千曲川が侵食したことで、現在のような川を挟んで、崖同士が向き合う地形となった。それまで岩花上流は大きな湖であったとされ、これを由来とする民話や地名が、東進地方の各所に残っている。 長野県は1974年1月14日付で、当地13ヘクタールを小泉、下塩尻及び南城の岩花の名称で天然記念物に指定した。岩花という名の由来については、そびえる巨岩が今にも落ちそうにして千曲川に迫っている様子から、あるいは外観が人間の花の形に似ているからとも言われる。岩花では千曲川を境にしてうに、 国道18号、上信越自動車道、品野鉄道品野鉄道線、JR 北陸新幹線が、佐賀湾に、国道18号上電坂木バイパス、長野県道77号長野上田線がそれぞれ通じている。もともと当地は、萩品軍、更品郡、小さ形郡の3郡が接し、北国街道が通じる交通の要衝であった。 江戸との間の三勤交代で当地を通過する、加賀藩の前田氏は、当地の地形に器具を抱いており、通過の際は、金沢に使者を送り、自らの無事を伝えたという。岩橋かつて岩花より上流が湖だったことに、由来すると伝わる地名がある。岩花近くに見える、塩尻という地名は、かつての湖の北端を意味する、塩尻に由来するとされ、また、南作郡に見える、 海の口、海尻、海瀬といった地名は、湖の南端に位置していたことに由来するとされる。また、当地には、大ネズミによって岩花が破られたことで、これより上流に存在した湖が失われたとする伝承がある。そのあらすじは次の通りである。岩花付近には、ネズミという地名があり、一説には、この伝承に由来すると考えられている。また、 伝承の中で大ネズミを追い詰めたカラネ猫が流れ着き、息絶えた場所である、長野市篠野井には、カラネ猫神社という、ネ猫を祀った神社がある。このほか大ららぼっちや小泉小太郎が岩花を破ったという、民話もある。前者は、日本の各地に伝わる巨人の妖怪で、山や湖の聖院にまつわる民話が多く、残されている。後者は、 上田地域に伝わる民話の主人公で人間とオロチとの間に生まれた少年である。かつて湖だった松本盆地を開拓したと伝わる泉小太郎と同一視され、1973年発行の日本の民話4民衆の英雄には小泉小太郎が松本盆地の開拓後に岩花を破り、上田盆地も開拓したとある。 道の駅上田道と川の駅千曲公園から線、曲がり川下流方向を望む選曲公園は、大正時代、日本百景入選にあたって撮影された写真に岩花が映っていたことを記念して、半杉岩花の崖の上に建設されたもの。上田市街地が一望でき、春は、ぼんぼりで照らされた夜桜と夜景との共演を、鑑賞できる。ありがとうございます。